この葉崩しの元凶オロチ。激化するオロチマル一味との激Run!
天地揺るがす激戦は終わった。オロチマルは逃亡し、綱では五代目火影就任を了承。ついに木の葉への帰路についた。まさに新たなる時代の幕開け。誰もが暖かな光を感じていた。しかし、闇はなおも動く。俺には勝てないよ。音隠れの力を知ったサスケは、
勝てないよ。
俺には勝てないよ。
天の術をコピーした俺には勝てないよ。 つながりを断ち切り、力を求めて闇へと。知ってるか、ナルト。一流の忍び同士なら、拳を一度交えただけで互いの心の内が読めちゃう。お前は甘いな、ナルト。どうだ、お前には本当の心の内が読めたか。この俺の。試合にしようぜ。この戦いを、これまでの戦いを。間違いねえじゃねえか。お前は本気で俺を消すつもりなのか。ひどい。なんでかわからねえけど、俺はお前をオロチマルなんかに取られたくねえんだってばよ。だから俺はお前を止めるんだってばよ。サスケ、ひどい。戦いは終わり、ウチハサスケは闇へと消えた。果たして絆は断ち切られたのか。いな、渦巻きナルトは諦めることはない。その手を伸ばし続けるため、今一度強き意志と共に歩き出す。そう、
ナルトとサスケの物語はまだ始まったばかり。道はまだ続いている。Cut off!